佐崎駅は兵庫県西宮市東成尾町2丁目にある阪神電気鉄道向川線の駅である。駅番号は HS52。1943年の開業から1984年の延伸まで長らく向川線の終着駅であった。また北隣の東成尾駅とは駅間がわずかに400メートルしか離れておらず。 阪神電気鉄道前線で最短である。開業当初は現在地より南側 0.6km の箇所に位置し、川西航空機のあるお製作所に隣接していた。これはほぼ現在の向こう側団地前駅の位置に相当する。1948年の運転再開時に現在の位置に移転。1984年、ホームを線路を挟んで反対側に移設した。 昭和50年代半ばまでは参戦機場を見ることができた。須崎駅の南側にあった向川車両工業の工場と線路はつながっており、周辺には雑草が生い茂る荒地であった。向川団地前駅に向かって右側に短式ホーム一面一線を有する地上駅であり、無人駅である。出入り口はホーム両端にそれぞれある。 向こう側団地前駅まで延伸される前は、ホームは線路の東側にあり、駅自体も現在よりやや南寄りに立地していた。IC カード専用自動改札機、チャージ機以外の自動券売機や自動,機自動改札機、自動生産機などはない。下車する際に、普通乗車券や生産券などの回収が必要な乗車券類は、駅出口に設置の収札箱に投入する。なお、 IC カード専用改札機は、ホーム両端にそれぞれ入場用、出場用が各1台設置されている。かつては、乗車駅証明書発行機が設置されており、次期乗車券サイズの乗車駅証明書が発行されていた。上下とも、毎時3本が発着する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。当駅には、 自動券売機や自動生産機がないので、運賃の支払いについては、以下のような扱いとなっている。ここでは、ピタパやイコーカー等の対応 IC カードを IC カードと呼ぶ。駅の東方を向こう側が流れている。また、駅のすぐ西側から住宅地となっていて、駅前の商店などはほとんどない。ありがとうございます。